長靴を履いた猫。あるところに大金持ちの商人がいました。商人は商売の才能があったので、たった一代で一生贅沢して暮らせるほどのお金を稼ぎました。しかしその商人も病気には勝てず、まだ若い三人の息子を残し亡くなってしまいました。長男は商人が残したお金をもらい、次男は家や土地をもらいました。ところが三男のカバラにはもう何も残されていませんでした。二人の兄は亡くなった商人が飼っていた一匹の猫をカバラに押し付けて、カバラを家から追い出してしまったのです。カバラはお金を持たず、食べるものもなく、あるのは一匹の猫だけです。はあ、お前を売れば少しはお金になるかな。カバラがそうつぶやきました。すると猫がすっと立ち上がり、カバラに向かって話しかけてきました。ちょっと待ってください。私は十分にあなたのお役に立てますよ。え？お前喋れるのかい？はい、私に長靴と袋を用意してください。この不思議な猫に興味を持ったカバラは猫に自分の長靴を与え、荷物の入っていた袋を空にして渡しました。ありがとうございます。では数日の間お待ちください。猫は口笛を吹きながらようようと歩いていきました。猫はまず森に入り、野ウサギを一匹捕まえて袋の中に入れました。そしてその袋を持ってこの国を治める王様のお城へ向かいました。これは我が主カバラ様からの貢ぎ物です。どうぞお納めください。猫は袋から野ウサギを取り出し王様に差し出しました。それから猫は毎日お城へ行き、王様にさまざまな貢ぎ物を納めました。猫は王様にとてもよく気に入られ、信頼されるようになりました。数日後、王様は王女様を連れて馬車で出かけました。それを見た猫はすぐにカバラの元に戻りました。カバラ様、早く川に飛び込んで。え？何を言ってるんだい猫くん。説明している時間はありません。早く早く。猫はカバラの着ていた服を剥ぎ取り、カバラを川に突き落としました。ちょうどそこへ王様の乗った馬車が通りかかりました。猫はその馬車に向かって大声で叫びました。大変だ、誰か助けてください。カバラ様が川で溺れています。早く助けてください。その声に気づいた王様はすぐに家来に命令してカバラを川から引き上げさせました。猫は王様に丁寧にお礼を言いました。王様、ありがとうございました。カバラ様は盗賊に襲われて身ぐるみを剥がされ川に突き落とされてしまったのです。なんと
それは大変だったな、カバラ君。怪我がなくて何よりだ。王様は裸のカバラのために家来にお城から服を持ってこさせました。お城にあった高価な服を着たカバラはどこから見ても立派な貴族の青年に見えました。カバラは王様に同行することになり馬車に乗り込みました。さて、カバラの服をお城から取り寄せている間に、猫は馬車の先回りをして畑仕事をしている農民たちに会いに行きました。猫は農民たちに銀貨を一枚ずつ配りました。そして、もうすぐこの道を王様の乗った馬車が通ります。その時にこの辺りの土地はカバラ様の土地だと言ってください。そう農民たちに頼みました。やがて王様の乗った馬車がやってきました。万歳、王様万歳。この辺りの土地は誰の土地かな。カバラ様です。とても優しくて立派な領主様ですよ。それを聞いた王様と王女様は大層機嫌を良くしました。しかし、実はこの辺りの土地はこの地方に古くから住んでいる悪い魔法使いのものだったのです。猫はさらに先回りをして魔法使いの住むお城にやってきました。豪華な椅子に座る魔法使いの前で猫は膝をついて頭を下げました。ああ、魔法使い様、あなたにぜひ一度お会いしたかったのです。その立派なひげも美しいですね。ほほう、猫にしてはものがわかるようだな。猫のお世辞に魔法使いは機嫌をよくしました。あなた様は魔法の力でどんなものにも変身できると聞きました。ぜひ一度私にそれを見せていただけないでしょうか。まあいいだろう。何が見たい？ではライオンに変身してください。よく見ておけよ。そりゃ、そう言うと魔法使いはあっという間にライオンに変身してうおーと力強く吠えました。すごい、まさに本物のライオンですね。あー、でもライオンのように大きなものに変身できても小さいものに変身するのはさすがに難しいですよね。例えばネズミとか。バカを言うな。俺の魔法にできないことなどない。ほいさ。魔法使いはみるみるうちに小さくなりネズミに変身しました。その瞬間、猫はネズミに飛びついてパクッと食べてしまったのです。さあ、魔法使いはもういない。今日からこのお城は我が主カバラ様のものだぞ。猫はお城にいた魔法使いの家来たちに言いました。そして、もうすぐここにカバラと王様たちがやってくるのでご馳走を用意してもてなすように命令しました。やがてお城にカバラたちの乗った馬車が到着しました。さあ、ようこそ王様、カバラ様のお城へ。カバラと王様、王女様は猫に案内されて城中を見て回りました。その後三人は食事のテーブルに着きました。
いや、少し古いが実に素晴らしい城だ。気に入ったぞ、カバラ君。はい、ありがとうございます。娘も君のことが気に入ったようだ。どうだい、カバラ君、うちの娘と結婚しないか？え、いいのですか？カバラ様さえよろしければ、私は喜んで。王女様は優しくカバラに微笑みました。こうしてカバラは猫のおかげで王女様と結婚し、立派なお城も手に入れることができたのです。農民たちもカバラが領主となってからは重い税金に苦しめられることもなく、安心して働くことができました。猫はといえばお城の物置でネズミと追いかけっこをしながら、カバラと一緒にずっとこのお城で暮らしました。